はい、こんばんは、ナギーです。次は徳永さんで壊りかけのレディオ。徳永さんはあんまり歌いませんね。頑張ります。多分僕のキーが合わないと思うんだよな。何も聞こえない、何も聞かせてくれない、僕の体が昔より大人になったからなのか。ベッドに置いていた初めて買った暗いラジオ、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。思春期に少年から大人に変わる道を探していた。汚れもないままに飾られた行き場のない押し寄せる人並みに、本当の幸せ教えてよ、壊れかけのレディオ。いつも聞こえてた、いつも聞かせてくれていた、窓越しに空を見たらかすかな勇気が生まれた。ラジオは知っていた、僕の心の奥下、恋に破れそうな胸、優しい風が手を振った。あの涙祭りの後静まる街を過ぎ、星を眺めていた。汚れもないままに遠ざかる故郷の空、帰らない隣に本当の幸せ教えてよ、浮気かけのレディオ。ギターを弾いていた、次の子供わからずに迷子になりそうな夢、素敵な歌が導いた。思春期に少年から大人に変わる道を探していた。汚れもないままに飾られた行き場のない押し寄せる人並みに、本当の幸せ教えてよ、壊れかけのレディオ。華やいだ祭りの後静まる街を背に、星を眺めていた。汚れもないままに遠ざかる故郷の空、帰らない隣に本当の幸せ教えてよ、壊れかけのレディオ。遠ざかる溢れる夢、帰らない人並みに本当の幸せ教えてよ、壊れかけのレディオ。
や徳永さんで小上がりかけのレディオ、僕の声も小腹かけのレディオやね、ナギーでした。いいね押してねできたら登録してください。友達になってね。 See you。 また遊びに来てね。登録してね。 See you。